世界的有名になった草原の風モーターフェスティバルが7回目に開催されました。今年は国内21県とロシア、中国、韓国から合計2000人以上の選手とモーターサイクル愛好家が参加しました。モンゴル政府は観光部門を経済優先分野とし、2023年から2025年をモンゴル訪問都市と宣言しました。その一環で実施された草原の風2023年モーターフェスティバルに、韓国、中国、ロシアから300人以上のモータースポーツ選手とモーターサイクル愛好家が参加しました。草原の風モーターフェスティバルの参加者は、スフバートル広場からチンギス・フレイ観光スポットまで 28.2 キロをパレードしました。年々同フェスティバルの参加者が増えつつあり、2019年は800人以上の選手とモーターサイクル愛好家が参加していました。また、お茶の道国際観光協会の加盟国であるロシアと中国から200人以上の選手および日本とインドを含むモーターサイクル愛好家が参加していました。同フェスティバルは特別な興味観光を発展させ、モンゴルを国際的に宣伝し、観光客を誘致するために重要なフェスティバルであります。